皆さんこんにちは。板野幸三の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授板野幸三先生に、また植物なんですけどジャガイモですね、この話をお伺いしたいと思います。それでは板野先生よろしくお願いいたします。あ、こんにちは、板野です。ジャガイモってあんまり知られてないですけど、あのナス科なの、ナスの仲間で、ナスの仲間というのにジャガイモとそれからトマトとそれからナスとこの辺のその植物がいて、それ以外のもう2つの植物があって、白犬ナズナと、あとタバコの仲間が1つあるんだけども、この5つが仲間の植物ということになってて、でおおよそ塩基対でいうと8億ぐらいなんで、かなりの塩基対なんだけども、遺伝子の数はここの表にあるようにだいたい数万個のオーダー、かなりの遺伝子がある。この遺伝子の総数としては、このなんかナスが4万2000あって、トマトが3万4千で、ヤガイモは5万6千なんだけども、でこの5つに共通の遺伝子というのが6780あって、例えばナスならナスで4万2000遺伝子があるんだけども、ナス特有のものは7600しかない。でジャガイモの場合だと、あのそれが5万6000ぐらいの中で3400しかなくて、こう形態としたらナスとトマトとジャガイモかなり違ったように見えるんだけども、その植物だけが持っている遺伝子というのは実はなんか割と少なくて、大部分は共通の関連があるところでシェアしている遺伝子だったとするという話があって、論文としたら2014年に農研機構から出てる論文のところにこういうデータが載ってるんですけど、この前のさつまいもも2015年だっけ、なんかちょうどその頃の時期に野菜だとか、なんかこういうゲノムの解析がかなり進んだ時期があって、割とよく分かってきたっていう。でもう一つこの時にその問題なことがあって、2倍体と4倍体というのがあって、これ何倍体とかって何かというと、2倍体っていうのは同じ染色体が2組ある。人間は今2倍体なんですけども、2倍体以外に4倍体って 4組あるやつがいて、今栽培されている植物はほとんどが4倍体だけども、あの野生のものというのは2倍体が多くて、今の栽培されているジャガイモだとかもうみんな4倍体なんだけど、4倍体のものって実は交配がすごく難しい。で天然にある野生の2倍体のものは花を咲かせて、そこで交配して実を取って、それから植えてっていうのは、あのそういうことができるんですけど、4倍体はとてもそれが難しいっていうことがあって、あのいろいろ理由があるんだけど、ジャガイモの交配も難しい部分に入る。だからジャガイモの交配用バーバンクが花を咲かせたところから交配して新しいジャガイモを作ったというのは、これは相当難題なことをやったので、今だと遺伝子編集をしたくなるような方向なんだけど、当時は当然だから遺伝子扱い、あの、いじれなかったので交配をやるしかなかったんだけど、交配がとにかくなんかこう野菜の系統のものは4倍体が多くてすごく難しいって話。ただ実際に使われている野菜がみんな4倍体なのに理由があって、4倍体の方が性能がいい。なんで性能がいいかと、なんか直感的な感じで言うと、4倍体って染色体が4組ある。4組あるのと2組あるのと4倍の染色体を持ってて、それがみんな最終的にその植物に貢献してるんだけど、同じ染色体が4組あるっていうか、全く同じものであるとは限らない。微妙にそれが交配のプロセスで違ってることがあって、そうすると表現できる母体のものが4つあるのと2つじゃ表現力がのバリエーションが違いますよね。だから個々のいろんな植物としての体を作っていたり、身を作ったりしていくときに微妙な表現をなんか取れるようになる可能性があるので、4倍体の方が植物としては複雑な表現をできるようになるというようなことがあって、多くの野菜は栽培種はほとんど4倍体なんだけど、でこれは交配ができないというような、あの できないことはないんだけど難しいという話があって、それで今どういう方向に向かっているかというと、ちょうど5年ぐらい前にそのゲノムの解析がかなり終わっちゃって、その後当然次のプロセスはこのゲノムのパターンの中でどこのパターンがその植物の体のどういう部分の構造をどういうふうに作るのに関係しているかという遺伝子の
特定をしなきゃいけない。でその遺伝子の特定がかなりの部分が出来上がって、で今はその遺伝子をどうやって編集しようかというフェーズに入っていて、これ本当は大問題なのね。僕的に言うと大問題で、そう簡単に遺伝子をいじらないでっていう話があるんだけど、人間の遺伝子の編集は当然倫理的な問題があるとかって話で、そこの法律というか倫理規定を犯している国も地球上にはあるみたいだけど、なんか中国とか平気でペットをクローンしたりとかいろんなこと中国はだいぶ強引にやってるよう、なんか人間と動物のキメラもなんか実験してるみたいな。ただ先進国はそういうそのことは禁止する方向に当てて、まあ、だからコロナウイルスの場合もやばいことは先進国ではできないので、中国に全部ある種の実験を投げていたみたいな話もあるんじゃないかということが言われてますけど、基本的にこういう植物はそういう規定がない。で特にそのここで遺伝子を操作するって話と、それから編集するって話が、言葉だけ聞いたら同じに聞こえるでしょ。編集するっていうのと操作するっていうのはどこも違わないような気がするけど、普通に編集するってなんかワープロで文字を編集するって時はどんなにこうそこをこう組み替えても編集なんだけど、遺伝子の世界では編集というのは特別なことに使われていて、挿入をしないで削除するだけの操作を編集と言うんですって。だから遺伝子操作の場合はそこにあるものをなんか別のものにこう変えたいとか、新しいものをこう入れたりとかすると遺伝子組み換えとかそういう操作になっちゃうんだけど、編集だと削除だけするようなものはそんなに大きな害がないだろうという話で、ジャガイモの場合で言うと、ジャガイモの芽って毒があるって知ってます？はい。あそこに毒があるので、芽のところはちゃんと皮を剥くときに深く切り取って中身だけにしないと、あそこを間違って食べちゃうと問題が起こるって話なんだけど、ジャガイモの芽のところにある毒を作り出す遺伝子がどれかって分かってるのね今。だからその部分を遺伝子的編集して切り取ってしまうと、芽のところに毒を持たないジャガイモを作ることが例えばできますよっていう話があって、そういうジャガイモを作ろうとしてる。それだけだと悪いことのようには思えないでジャガイモの遺伝子編集の時はそれがとにかく一番の項目というか、なんかこういうことができるんだっていうところの代名詞のように使われてるし、まあそれだけだと悪くはないかなという気もするんだけど、でもよく考えてみると、ジャガイモが芽のところに毒を持っているのは多分訳があってね、ジャガイモとしてそこに毒を持つことによって何がしかの生命体としているときに、その部分のところで何かあれがないとバランスが取れないような何かを担っている話もあって、簡単に削除しちゃっていいのかなっていう気もするんだけど、今でもとにかくそういう方向に動いてるのは確かです。ジャガイモもトマトもこういう系統の火災の類のものって、ここ5年ぐらいで急速にゲノムの研究が進んじゃったので、こういうところにこう動いていて、ちょうどバーバンクの時期だとこの種の話は芽のところにある毒をない芋を作るみたいな話だと、バーバンクが必死でまたなんか花を咲かせていろんなことを苦労して交配してという話があったんだけど、今はここまで来ちゃったから、で交配も難しいの分かってるからこっちの方に行こうとしてるんだけど、ちょっと心配ですね。さあどうなるか。はい、板野先生どうもありがとうございました。このお話に共感されている方はぜひ少子保育チャンネルとサイエンスビヨンドチャンネルにチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼いたします。あ、どうもありがとうございます。